皆さんこんばんは、今日は2020年12月の2日、水曜日のボギーチャンネル、私主催のボギーテドコンでございます。今日は昼間、玄ちゃんとですね、はい、チャンネル桜の収録が、ありました。今日は玄ちゃんの番組なんですけど、はい、ほとんど私が喋ってるような感じでございまして、はい、次からまた玄ちゃんにもいっぱい喋ってもらおうかななんて思っております。はい、どうも、初さん、どうも、桜を見ていただいてありがとうございます。実は玄ちゃんも私も、沖縄県内の県立高校の、PTA 会長だったんですよね。PTA 会長として子どもたちのために親として何をすべきかっていうことをいつもね考えていたんですけど、やはりね、子どもたちのためにというそういった思いから、できる限りのことをした記憶がございます。非常に楽しかったですね。結論として、日本のこの教育現場、戦後をギルドインフォメーションプログラムによっていわゆる戦前の教育直後とか、終身というね、いわゆる心の教育が、置き去りにされてきたと。その結果、そのポカンと空いた空間にいわゆる日教組、公教組ですね、そういったイデオロギーが、入り込んできたということでございまして、優秀な子供ほど、先生の言うことを信じ込んじゃって、それが社会に出るとね、まさにそのまんまじゃないですか。弁護士さんとかね、公務員とか、そういった人たちに限って左巻きになってたりするんですけど、私のようにね、出来が悪くて高校時代もうバイクにねまたがってもうやりたい放題していた、はい、ものはやはり染まらないというか、先生の言うことなんかね、はい、耳半分ぐらいで聞いてたんでね染まらなかったなんて思うんですけど、変なこと言う先生その頃あんまりいなかったと思っております。さて今日はですね、沖縄県非常に今有意識状態になっております。北海道も結構大変なことになっているんですけど、沖縄も今、このコロナがですね、いわゆるチャイナウイルスがもうどんどん今増えてきております。20名というと本当に少ないなっていう感じでございまして、日によるとね、日本人だけで70名とかいっちゃう場合があるんですよね。で今日も、病院の職員、そして、中学校のね生徒、そしてなんと警察官まで、このチャイナウイルスに、罹患したということでございまして、もう今後ねどこで誰がかかってもおかしくないという、状況に今なりつつあるということでございます。このね、チャイナウイルス罹患しますと、病床の方をどうしてでも、埋めてしまうんですけど、今日のタイムスさんの記事によると非コロナ病床逼迫ということでございまして、県内病院休館対応に危機感というふうに書いてあります。当然このね、チャイナウイルスのために病床をね、割いてしまうと一般の人たちの病床がね逼迫してしまうということでございまして、今後どんどんやはりこのチャイナウイルスがね増えてくると、さらに一般病棟の方にしわ寄せが来ちゃうのかななんてね思います。こういった時に日本政府にね、中共のように確か向こう何週間かでいわゆる病院作っちゃいましたよね、プレハブなんですけど、そのぐらいのねスピード感があれば本当いいんですけどね、金かかる話ではあるんですけど、どこかにそういった風にね、いわゆるコロナ専用の、収容施設を作っちゃうとか、それが難しいんであれば、ホテルをね、借り上げる。しかし今 GoTo キャンペーンやっててね、ホテルの方も、コロナのために、このホテル丸ごと貸し出しするっていうのはなかなかできない
部分があって非常に難しいと思います。まあ、こういった時にね、沖縄県知事、はい、ぜひリーダーシップを取って沖縄ならではの対策っていうのを取っていただければよかったんでございますが、いや本人が今ね、細菌性肺炎ということで、まあ、入院をされております。はい、細菌性肺炎ではありますが、チャイナウイルスではないということでございまして、何が違うんだろうって私思ったりもするんですけどね。まあでも近々1週間ぐらいでは出てくるっていうことなんで、出てきたらまた頑張ってもらいたいななんてね、思っております。いやしかし本当にね、この沖縄今大変なっております。またね、この GoTo キャンペーン、今ねマスコミの方は、国のこの GoTo キャンペーンをまたこき下ろしていますよね。コロナの感染者が増えるんじゃないかとか、なんだかんだ言ってね、政府に圧力をかけて、まあ、結果的に、地域によってはこの GoTo キャンペーンをね取りやめるということにまで発展をしております。で、我が沖縄県も、玉城知事が自らですね、はい、会合は4名以内と、はい、4名以上での会合はしないでねと、あと、はい、あとですね、二次会は行かないでねと、はい、二次会は行かないでと、で、会合は2時間以内にしてねと、まあ本当にね、まあ小池さんのようなこと言ってるななんて思っちゃったりもするんですけど、まあ簡単に言えば日本人、はい、沖縄県民やね、はい、日本国民に対してそういった風にいわゆる自粛をしてくださいということでございます。まあ今後2週間が山場なんて言ってるんですけど、どこからこの2週間っていうのが出てきたか私もねあまりわかんないんですが、まあ、その2週間をね、いわゆる外出などを控えていれば、だいぶ抑えられるというふうに政府は思ってるのかななんて、はい、私は思いますけどね。そうですね、米軍みたいな病院船があればそれでできます。で、またあと、ホテル借り切ってもいいんじゃないですか。米軍なんか借りてますよ、立派なところね。はい、米軍にできて沖縄県にできないっていうことないと思うんですけどね。まあ、病院を作るとなると大変なことになりますんで、まあ、その分ね、いわゆるチャイナウイルス騒動で客の減った、ホテルをね丸ごとやっぱり、はい、借り上げるっていうようなこともやっていけば、まあ、一般病棟の、はい、影響っていうのはねかなり最小限で抑えられるんじゃないかというふうに私は思っております。しかしこのようにね、日本人、日本国民には、まあ、いわゆるこの先2週間が山場だから、できるだけ外出はね不要不急の外出は控えてくださいというふうにね言っちゃっているんですが、いやーしかしこれちょっと私が理解できないっていうか、皆さんもあまりこれはちょっとねっていうのがあると思います。これでございます。はい、空港検疫陽性最多、五輪ありきのなし崩し入国緩和でコロナ感染加速ということで、現代さんでございますよ、日刊現代さん。さあ現代さんがどんな記事を書いているのか私本当に気になるところでございますが、早速皆さんと一緒に読んでみたいと思います。はい、五輪ありきで海外との往来を再開させる入国緩和をなし崩しに拡大させ、空港検疫で判明した今月の陽性者は過去最大に増加しているということでございます。つまり海外から入ってくる方々のいわゆる陽性がね、陽性が出ちゃった方がどん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 今増えているということです。27日、はい、海外から成田、羽田、関空に到着した男女20人の感染が判明ということでございます。いやーね、本当に20名分かっちゃったということで、今月の累計陽性者は313人、
1ヶ月あたりの過去最多を日々更新しているということなんですけど、いやーこれね、私思うんですけど、日本政府、そのチャイナウイルスに罹患した方のいわゆる国籍か、もしくは外国人なのか何なのかっていうことをね、全く発表しておりません。まあこれ理由として、国籍をね挙げると、その国に対しての、ヘイトスピーチが起こるのではないかなんて言ってますけどね、わからない、国籍はわからないというのが一番多いというのが、私には逆にわからない。はい、そうですね、以前は発表していたんですけど、突然発表しなくなりましたよね。そして一番その多いのがわからない。いやいやいや、病気ってね、ちゃんと検体も取って医療機関にぶち込んでいる人もいるのに、わからないはないでしょうというふうにね、私やっぱり思ってしまうんですよ。はい、これってね、日本国民には我慢を強いながら、外国人は自由気ままに、はい、入ってきて移動もできると。で、先月の1日から、まあビジネス目的での入国っていうのが認められていますけど、で、今月末ぐらいからは今度入国する際の、いわゆる、はい、PCR 検査がなしになるということでございます。ところが厚生労働省、国内の感染の拡大は国内由来というね、考えていると。本当ですか、これ。ね。国内の感染の拡大は国内由来と考えている。まあ確かにそれもあるかもしれませんが、もともとね、はい、もともとこの病気は誰が持ち込んだのかっていうことなんですよね。それを考えたときに、やはり入国制限、というのは私は必要だと思っています。で、本当に残念なのは、この日本政府、お隣の国、台湾が、もうパーフェクトに抑え込んでいるのにもかかわらず、そのお手本になる台湾に学ぼうっていう姿勢が、いまいち見えてこないわけなんですよね。はい、これは政府、5月の緊急事態宣言解除後、ビジネス往来などを中心に入国規制を徐々に緩和したと。10月からは、14日間の待機や交通機関の不使用などを条件に、全世界から中長期の在留資格を持つ外国人の入国を認めているということでございまして、なんだか本当に取ってつけたような、ね、理屈、こねてるなぁなんてね、私、思っております。いや、でもね、この外国人、国籍わからないが一番多いんですよね、罹患者の中で。なぜそれを、隠しているのかっていうのがね、私はちょっと意味がわかりません。はい。外国人の入国者、9月の1万3700人から、10月は2万7400人と倍増。今月から、なんと、中韓など11の国、地域からの入国者について、空港でのウイルス検査が不要になったということでございます。いやー、どうなんですか、これ皆さん。中国、そして韓国。韓国なんかもうパンデミック起きてるんじゃないですか、今。ね。はい。韓国がなんか一番抑えてるなんて幻想を抱いてるメディアもいましたけど、韓国なんか今また再流行してますよね。中共だって本当に発表してる数字がどうかっていうのは信憑性は全くございません。はい。そういった中で、ね、自国民にはいわゆる不要不急の移動はしないでくださいというふうに、まあ、行動制限をする。ね。これから年末、いろんな、会合とかもありますけど、会合は、余命
以下と、時間は2時間以内、あと2次会はせずにお家に帰りましょう、カラスが鳴くから帰りましょうということでございまして、そんな中で外国人はこのようにね、ウイルス検査もいらないと。もうこれってどうなんですかね。そういうね、今ゴルファーボギーベースさんが書いてますけど、こういったね、外国人が日本に入ってきてチャイナウイルス感染者っていうのが分かっちゃったら、これ日本のね、国税で面倒を見るわけなんですよね。はい、外国人ですけど日本が全部負担して隔離したり治療したりするわけなんですよね。こんなにお人よしの国って多分日本以外にはないと思います。それに今の韓国や中国の状況を見ていれば、今その国々からのいわゆる入国ですね、はい、それをね、なし崩し的にも自由化してしまえばどうなるかというのが私非常に危惧しております。まあ、GoTo キャンペーンが始まった頃に、感染者少し増えたんですけど、今この外国人を入れるようになってからまたどん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 針の方が上がっているんですよね。はい、感染者の数がどん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 増えている。それなのに厚生労働省は日本の流行は、こういった海外からの方ではなく国内由来であると、もう勝手に決めつけちゃってね。いや、どこまでも本当にへりくだるというか、まあこういう安易な答えを選んでしまう。もう本当にね、何を考えているんですかなんてね、私思ったりもしておりますよ。ですから自国民には我慢を強いてね、何かと制限もつけて、しかし外国人はこのようにね、ウイルス検査も不要にしてウェルカムということでございまして、こうなるとどうなるんですかね。はい、しかし本当にね、今ネムッチーさん書いてますけど、習近平、武漢ウイルスを収束させろと言った翌日、我が国の新たな感染者はゼロでしたって本当に恥もなく発表していましたからね。はい、ラプテンさん、7月からの GoTo 利用者は累計で4000万人、その中で感染者は200人。はい、クラスター発生は1件ということでございまして、いやー本当にね、マスコミは GoTo キャンペーンが終わりそうになったら景気対策のためにもっと続けるべきではないのかなんてね、散々にこき下ろしておきながら、いざ延長が決まったら今度は、はい、コロナの感染拡大になるのに本当に頭は大丈夫かなんてけなしまくっていますけど、まあメディアってのは何を言ってもね、はい、何を言っても反政府反日ですからね。さて目玉役さん、さすがに飲食やステージ関係はもう限界ということで、これ沖縄も一緒ですよね。ステージなんかやってる人たちはもうね、何ヶ月ですか、8ヶ月9ヶ月収入がほとんどない中で頑張っている。まあそれに対して国の支援っていうのは本当に微々たるもんですよ。まあいろんなところでね、いわゆるここをしのぐということで、まあ本業でない仕事に身を投じている人たちもやっぱりいっぱいいるんですよね。はい、だからこれね、今小沢さん書いてますけど、国内移動の制限より海外からの入国者を制限すべきと、これと全く逆のことをやっていますよね。はい、国内移動、はい、国内移動はまさに制限をかけて海外からの入国者をね、どん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 こういった検査を不要にしたりして入れやすくしているということで、なんでね、この日本っていう国、お隣の国台湾に見習わないんですかね。そこが私はちょっとね、意味がわからないんですけど、そうですね、五輪なんて私そんなこだわる必要ないと思うんですけど、まあ何らかのやっぱりメリットがあるんですかね。はい、さて
これね、あるまあ指揮者の言葉なんですけど、まあ、これだけルーズな防疫体制では、海外からウイルスが持ち込まれているのは間違いない、菅首相は入国緩和を進め、海外との往来を正常化することで、五輪開催の地ならしをしたいのでしょうが、逆に海外には管理がいい加減な危険な国に移ると、つまり日本がね、はい、もうこのチャイナウイルスについてはもう管理がいい加減で危険な国に見えてしまうと、そして五輪開催への警戒感が強まる可能性もあると、まあ、何が何でも五輪をやりますよっていうふうにね、それで外国人をバカボコ入れようとしたかもしれませんが、それが逆にマイナスに働いてしまうと。はい。いやー、しかし本当にね、これ五輪やるのかな、私も強いてまでやる必要ないんじゃないかななんてね、思っております。はい。配信ライブでもお客さん入らないということでございまして、でも誰かはどこかでやっぱり儲けているんですよね。どっかでね。はい、本当におかしいなと思いますけど、まあ、マスコミもね、政府の批判ばっかりしないで、何が一番やっぱりいいのかなっていうことをね、逆提案するぐらいやってくれたらいいんですが、マスコミっていうのは本当に足を引っ張ることしかやりません。さて、続きまして沖縄のお話させていただきたいと思います。これでございます。はい、これ自民会派激おこぷんぷん、マスコミには資料を渡すのになぜ県議に渡さないのか、沖縄の自民会派が県に抗議ということでございまして、これ一体何が起きたのか、はい、何が起きたのかということで、これ皆さんに記事をね、ちょっと見ていただこうと思っております。というような記事なんでね、はい。2日から始まる沖縄県議会11月定例会の代表一般質問に向け、沖縄自民会派が県に要求した名護市辺野古の新基地建設をめぐる資料が提供されず、自民が1日の議会運営委員会で抗議する場面になったということでございます。そうですね、ネムッチーさん、対案を出すのは我々ジャーナリストの仕事じゃない、ね、対案を出すのはしないけど思いっきり批判はしますよと。もうレベルが低すぎますよね。はい、これ県議会のね、この自民の会派に県が資料をね、なんと渡さなかったということでございまして、はい、渡さなかった、本当に新基地としか書いておりません、この人たちはね、いつもこうでございます。はい、そして次、自民が要求していたのは沖縄防衛局が提出した埋め立て変更承認申請に対する意見書の集計表、寄せられた1万8000件を名護市県内、県外、国外に、別に集計したもので、県は11月27日になんと県政記者クラブ加盟各社に提供しているということで、ね、マスコミには資料を提供するのに自民会派が要求したら提供してくれなかったというデタラメなことがまた起きております。しかし皆さん考えられますか？ありえないですよね。はい、自民の島袋大さん、はい、この方バリバリですよ。マスコミには提供し、我々が要求したら財政課に確認して提供するとの返答、我々は県民の負託を受けた県議であると沖縄県を批判したということでございます。いや、それは当然でしょうね。はい、なんで県議会議員が要求したら資料を渡さないでね、沖縄の記者クラブ、琉球新報、沖縄タイムス、琉球朝日、ね、放送さんなどいろんなところが入っている
県政記者クラブには提供したということで、何が違うんですかね。はい。まあこんな感じでね、本当に何を考えてるか分かんないところあるんですけど、沖縄県もう完全に、県議会議員より、マスコミの方をね取ってるとしか言いようのない状態がね今起きてるということで、まあこれじゃあ当然ね自民党会派怒っても私仕方がないと思っておりますよ。はい。そして島袋大使、マスコミには提供し、我々が要求したら財政課に確認して提供するとの返答。我々は県民の負託を受けた県議であると県を批判したということでございます。池田総務部長、公表資料は速やかに提供するよう通知している。再度各部署に周知したいと釈明をしたということで、まあ自分たちのね、はい、味方をしてくれるマスコミにはもううほほいとね、はい、資料を提供しますが、厳しい質問でね攻め立てる自民会派に対してはなんだかんだ理屈をこねて渡してこなかったということでございまして、まあ最近の沖縄県の行政ね、2014年に起きた、教師による、はい、中学校3年生へのもう本当に恥ずかしい行為などもこれ官報に載せていなかったり、まあ、2013年2014年の話がなんで今頃出てきたりするとかね、いろんな不自然なところが今の沖縄県政にはねたくさんございます。まあ、ハチさん、自民はバカにされているとありますけど、確かに自民は、県からね軽視されてると言ってもね、やっぱり過言ではないんじゃないですかね。まあ、このようにね、マスコミには渡す、県議には渡さない、こんなことをね平気でやっている沖縄県、まさにあのどこぞの国と一緒で感情が支配する、まあ県政と言うべきではないですかね。はい、ということで今日はもう本当に、コロナの件では、自国民には自粛自粛、外国人は野放しという現状、そして沖縄では、はい、県の資料がマスコミにはね簡単に公表されるのに、県議会議員に対しては公表されていなかったという、あってはならないことがまあ起きたということでね、まあこういったことを見れば皆さん結構沖縄状況わかるかと思います。また今日の、チャンネル桜のねアーカイブなどもぜひ見て、沖縄を取り巻くこの教育環境について一緒に考えていければなぁなんてね私は思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、これにて終了させて、いただきます。明日も21時から放送となります。またあのアーカイブチャンネルボギー、チャンネルボギーの方もねぜひ皆さん、チャンネル登録していただきまして、お時間のある時に見て、また沖縄の今をね感じていただければなと思っております。ということで、本日の放送これにて終了させていただきます。皆様どうもありがとうございました。